マシュロ到着です。疲れた。第一声が疲れたってのもどうかと思うんですけど、疲れた、無事に入国です。お迎えの人来てくれてるといいのですが、Thank you。無事にお迎えの人に会えた。さっき宿予約したので、それで、宿まで連れてってもらって、途中でSIMカード買ったりします。よかったよかった、一安心。少しです。少しです。ありがとう。Thank you。どういたしまして。宿に到着でございます。インターネットカフェ閉まっちゃってるし、宿に Wi-Fi ないらしいのでちょっと不安ですが、まあまあ、落ち着きましょう。とりあえずは決まったチャル。グッドイブニング。こんにちは。あら、宿に着いてるレストランです。ピザを頼みました。夕飯はピザでございます。ナンバーワンピザだ、このルル料理うめえぞと、言われて頼んでみました。サクサクしてて、ほんのり甘くて爽やかで、本当に美味しいんですけど、安いのもいいんですけど、ちょっと量多くないですかという感想です。まあ嬉しいんですけど。ごちそうさまでした。美味しかったし、あと食べてると美味しいとかってなんかね聞いてきたり、かまってくれるんで、楽しかったです。で、近所のスーパー行こうと思ったらすぐ隣ですね。これは便利。スーパーマーケット、すごい、食べ物だけじゃなくて何でも売ってるです。札幌一番があります。値段はわからない。お菓子とかなんか高い感じがするんですけど、どうなのかな。ラーメンは卵が約3ドルで、ここら辺のキャベツ、あ、白菜だよね、がこんな値段で、やっぱ畑があるような国土に見えないので、ここら辺は輸入で高いということでしょうか。共同スペースは広くて綺麗です。スーパーで水を買いました。こちらが部屋でございます。ドミトリーっていうことだったんですけど、だいたいシングルルームな感じです。